ケノコどうも、クラスケキです。皆さん、最近ロボットボムピッチャーというの出ましたよね。ロボットボムにいっぱいバーって投げられるスペシャルのことなんですけど、スマッシュブラのど真ん中ってエリアが丸くなってるんですよ。そこにね、ロボットボムをいっぱい投げてもらって、その中をね、俺は逃げれるのかっていう企画を今回は撮っていきたいと思います。ってことで、やっていきましょう。レッツね、ゴーイ。この中あるじゃないですか。もうここにね、この端から端へとね、投げてもらいます。で、まあ俺はここの中をこう歩いて逃げて、まあ逃げられたらクリアと。で、死んじゃったら負けです。まあね、そんな感じで、バトルしていきたいと思います。応援してくれてますね。いや、見とけよ。こんだけね、もう、ロボットボムピッチャー要員がいようがな。俺だったらこの、もう、真ん中から余裕で言うけど。余裕、余裕、お母さん、はい、ってことでですね、皆さん。さっきのはですね、ちょっと足くじいちゃったんで、まあ、次はね、もう一回チャレンジしていきたいと思います。まあ、余裕で僕らのレベルになったら、やっぱね、一応ね、この、これメイン使っていいことにします。縦振りとか。縦振りとか使っていいことにします。まあ、それでいきましょう。さすがに歩きだとね、ロボット部分に勝てなかったんで、次は縦振り OK で、まあ、横振りでも縦振りでも OK で、ちょっと逃げ切りたいと思います。かかってこい！大丈夫、大丈夫。はい、ってことでですね、さすがにね、まあ、一人じゃ、さすがにやっぱりちょっときつかったんで、今回ですね、この4人で逃げ切るというね、やつをやりたいと思います。まあ、4人いればもう余裕でしょ。逆に4人いたらもう逃げて当然みたいなとこあるんで、まあ、やっていきましょう。1、来るぞ。やばい、逃げて。端にいる、端に逃げて。これ無理だわ。今度はこっちが投げる側やるか。お、相手はもう塗ってある状態からやるのか。じゃあ今度はね、攻守交代ってことで、よし行くぞ。10投げまくるぜ。いけ。俺お前ら逃げ場ないんだ。やばい。俺折れちゃった。すごいことになってる。すごいことだ。おい、マジ逃げ切ってるやついるじゃん。逃げ切ってるやつ。最後はい、ということでですね、今1個前の試合逃げ切れてる人いたんで、塗ってる状態からやりたいと思います。いやー、まさか逃げれる人がいると思わなかったな。楽しみですね。3、2、1、いけ。大丈夫。俺んとこ来るまでは行かなくていい。これ無理だよ。逃げ切れた人すごくない？マジで？ちょっとマジか。ちょっと待って、悔しい。絶対破滅させてやるからな。はい、ということでですね、ちょっとさっきの悔しいんで、今度はね、僕たちが、こっち側になってね、やっていきたいと思います。残り2分になったらね、投げまくります。いでよ、友達！我が友達よ！前降りるのだ！5、4、3、2、1、いくぞ。あ、間違えた。投げまくるぞ。やばい。ロボちゃんがやばい。すごいことになってる。やばい。やばくない？どうなってた今の？今何？どういうこと？今のどうなってたの？よくわかんなかったんだけど、俺。